俺の前で家族っていう言葉ごめんごめん家族いないもんね前はあったんやけど、あそうだねおかしいココちゃん面白いです。一言いただきたいと思います。お願いいたします。なんかこう久々にこういう記者会見のような席で、はい、隣に大竹さんがいらっしゃるんで、再婚した方がいいんですかね。いや2年前から同じマンションでした。違うの。どう言うて、しーちゃんと呼んでます。こっちはさんちゃんですって。そういうことじゃないんですよね。あの大竹さんがずっと下を向かれていらっしゃる感じに今なっていらっしゃいますが、はい、5年越しに、漁港の肉子ちゃん完成いたしまして、自分の口から言うのはおかしいですが、多分100点、をいただいてもいいんじゃないかと思う作品になりましたんで、皆さんも見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。配信をご覧の方にももう本当に簡単で結構ですが、はい、あの配信をご覧の方に何か一言いただくことはできますでしょうか。いやできません。できません。わかりました。現場大事だから。あだそうです。私あの現場主義なんです、はい、今生で全て配信させていただいております。あそうですか、はい、見ていただいてありがとうございます。何のすごい、報告もございませんが、よろしくお願いいたします。主人公肉子ちゃんの声を担当されました大竹しのぶさん、お願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。配信を見てくださっている方こんにちは、大竹しのぶです。本当にいい映画です。なんで私なんだろうって最初は思ったんですけども、原作も読んですごく素敵だったし、そして出来上がった映画が本当に本当にあったかくて、あこんないい映画を作る人だったんだってびっくりしました。分からなかったぜひ、ね、こういう時期ですけども、とにかく映画館が開いて安心な状況で映画を見ていただけることを強く強く希望しております。今日はよろしくお願いします。文化として見て楽しいし、すごくこうみんなが見られる作品でもあるって本当素敵だなと思ったんですが、この作品をさんまさんプロデューサーとして、いや今のもう一遍言ってくれる、今分かりました。なんとでもいいね、はい、そのコメント、フリーになろうか。フリー。ありがとうございます、ね、長年局アナを20年やらせていただいてます。ありがとうございます。やっぱりもう100回ぐらい見ました、はい、その感想と、あとご覧になっているときっと一番初めになぜこの作品をアニメ化しようと思ったのかの、思い出などもこう浮かんでくるんじゃないかと思うんですが、はいはい、お聞かせいただいてもいいですか。ね、本当にこれはすっごい長い話になるんですけど、はい、いいですか。ご期待になっている方もいらっしゃると思います。で、ね、長いけど、はい、そう面白くないんですよ。あそうなんですかいいですか。では可能な限りかいつまんでいただきましょう。教えていただいてもよろしいでしょうか。かいつまむんですか、はい、かいつまんだら読んだ本が面白かったからアニメにしたっていう。あかいつまむ、ありがとうございます。だいぶ短いですよね。本当にねこれ偶然なんですけど、はい、他のインタビューでは答えさせていただいたんですけど、はい、長いのでこの TikTok で生配信してるというので、はい、長いのはちょっとあれでしょう、はい、だから出会いから、はい、西子かな子さんとのさらばという、いいですか時間とってもすいませんね。あとここは撮った方が面白いと思う。ちゃんといいよね、うんはい、ありがとうございます、はい、じゃあ遠慮なくこれで安心して喋れます、はい、さらばっていう直木賞を取った作品があるんですけども、その作品の、私が、本を本屋さんでパッとめくったら、エジプトの人はこんにちはありがとう明石家さんまという日本語を使い分けているっていう一行開けたらそこが目に入ったんで、あこれは初め私上西加奈子だと思ってたんですよ。上下感があって、ほんでここに下西加奈子さんがいらっしゃるんだと思ってマジでさらば読んだ人分かると思うんだけど、上下の、と西加奈子の字が幅が狭いのよ。だからこれはまあ読んだ人しか分からへんねんけど、名字に見えられたってことですよね。上西さんという名字に西加奈子さんがのお名前、説明すると面白くないから、はい、
君ダメね、日本失礼しました。日本放送に残ってなさい君。はい、残ってます。あ、それで、はい、話ちょっとトントンといきますけど、で西さん、上下巻をこうて全部さらばを一応、ね、今ライブ配信とかしてるって思うからすごい焦ってるでしょ。そうやね、ねえ、なんか TikTok なんかも配信でどうしていいか分からへんからやね。なんか踊らなあかんのかなとかいろいろ思うけどもやな。ほいでざっと読んだら、俺の名前は一行しか載ってなかったんですよ。ただそこをめくった、縁、そして、西加奈子さんの、本を全部読んで、で漁港のニッコちゃんにたどり着くんですけども、大阪弁の使い方が非常にうまく、なかなか書いて大阪弁を伝えるっていうのは難しいんですけど、西加奈子さんはその技術がすごいおありになって、でこれやっていうのですぐ、権利取ってくれって吉本興業、の社長に、あ、皆さん、ポンコツ社長ポンコツ記者会見でおなじみのだからそれはもう水に流してあげてよ。もういやいや流れない、止まってしまったから俺の中ではもう止まって動かないのよ。さっきも名前出していただいてありがとうございます言ってましたから。で岡本が西さんのところにすぐ連絡を入れてくれて、権利を、取ってくれて、それでさあどうしようって言ってから5年経つんですけども、アニメ化にするっていうのは2年前に、やっとこさ決まって、それでアニメになって、こういうキャスティング、夢のようなキャスティングになったのも事実です。そして完成もう間近 98% まで来たもの、ご覧になってのご感想はいかがですか。見たら見るだけ、あ、こうしたらよかった、ああしたらよかったって出てくるんですけども、それでも今もう120点作品に差し上げてるんで、100点満点の120点も差し上げてますから、こうなると150点にしたくなるっていう欲が出てしまうので、非常に人の欲って嫌ですね。完成した作品をご覧になって大竹さんいかがだったでしょうか。本当に絵が美しいのと、あとそのストーリーとかちょっとしたこう会話とかが本当に心があったかくなる作品なので、絶対これは家族で楽しめる作品だなっていうのは思いました。あとなんで笑うの俺の前で家族っていうことあごめんごめん、家族いないもんね前はあったんやけど、あ、そうだね本当に家族がいない人もいる人も楽しめる映画だなって思いましたおかしい、ココちゃん面白いです